ひよりんごでーす。今日の動画は、皆さん危なかった私、買えないところでした。じゃんこちら、グローの8月号を買ってきました。お値段が980円で、発売日が毎月28日になります。なんかね、この本がもう2冊しかなくて、そこにねポップがついてて、この商品は大変人気なので、お一人様2冊まででお願いしますって書いてあったので、買えなかったかもしれないと思ってびっくりしちゃいました。本当に店頭に並んでる分はもう2冊だった残りなのでね、気になった方は急いでください。でも今からちょっと開けてみるからね、中見てから急いでください。今回のね、付録が何かと言いますと、ディーン&デルーカの保冷4点セットが付いてるということで買ってきてみました。緑でね、すごい可愛いんですよ。もうさ、そこの本屋さんでそういうポップが出てるってことがまず珍しくて、いつも買う時にそんなポップなんて付いてないんですよ。だからね、ほんと大人気商品らしい。うん、ということで開けます。今日サッカーですね。皆さん見るんですか？私はビールと、あとジンジャーエールを買ってきちゃいました。あとお菓子観戦しようかなって。なんかサッカーそこまで詳しくないんですけど、やっぱワールドカップは見たくなりますよね。楽しいですよね。本当はスポーツバーとか行きたいんですけど、やっぱ暑そうじゃん。で、私みたいににわかが来たらさ、どう言われるかわかんないから、家でおとなしく一人で観戦したいと思います。ということで開けていきたいと思います。3、2、1、じゃーん。わー、かわいい。めっちゃかわいい。私こういう色大好き。なんかね、 L、M、S サイズってあるみたいで、まず L サイズから紹介したいと思います。まずこちら、じゃーん、 L サイズ。あ、結構大きいんじゃない、これは。こんな感じ。まずですね、ここにロゴが入ってます。かわいい。で、開けるとこんな感じ。もう照明みたいななってますね。でね、なんとね、これ調節ができます。すごくない？こうやってこうやって持ち運べるってことだよね。一番長くして、あ、結構ほら見て、これでさ、なんかもうビール運びみたいな、これでさ、なんかバーベキューでさ、飲みますかみたいな感じで配ったらね、女子力だと思う。ちょっとやばいけど、これでビール持ってたら、なんかバーベキュー行きたいんですけど、皆さんバーベキュー行きたくないですか？バーベキュー行きたい。今日はね、ちょっとこの流れでペットボトルで大きさ検証していこうと思います。買ってきたジンジャーエールでございます。あ、全然入る。これ何本入んだろう。ね、500のペットボトルそんなにないんだけど、1本でこのサイズなんですよ。6本は確実じゃん。7、8、9本いけんのかな。6かな。ちょっとね、頭が飛び出るんですよ。で、形もね、ペットボトルを入れるとぐちゃってなっちゃう、こんな感じだから、ペットボトルを入れるとしたら、まあ横にして6本かなと思います。うん、なんかお弁当とか余裕で入る。お肉とかね、パックで入ると思います。あ、ちょっと待ってて、皆さん見てください。じゃん寄っちゃった、寄っちゃった。こちら、マグロのお刺身とシラスです。ちょっとね、今日ね、食べたくて買ってきました。入るんじゃない？うん、余裕で入りました。ちょっとね、名前が書いてあるので見せられないんですけど、このサイズも余裕で入りました。なんとね、保冷剤がついてるんですよ。私の冷蔵庫保冷剤だらけなんだけど、こんなオシャンティーな保冷剤がついてます。なので、これをこのポケットにじゃん入れて持っていけば、中のものも冷たいよって感じです。うん、そして次は M サイズに行きたいと思います。 M サイズはこちら、じゃん。お、 L の半分って書いてた。だから、まあペットボトルは入った。でも1個は入るよ。なんかさ、ペットボトルを凍らせてさ、持っていったらさ、保冷効果になるよね。お、ペットボトル3本入りました。閉まるかな。これでも3本入るんだ、すごくない？ M で3本入りました。入った。
ね、ペットボトル凍らせてよく保冷効果にさせてました。うん。いいね、いいね、いいね。すごい。やっぱ人気なわけが分かりました。使い勝手がいいし、なんか豪華。クロックっぽくないもん。そして S サイズ。かわいい、めっちゃ。ね、すごいかわいい。見て見て。なんかそそられんだけど。なんか手が生臭い。見て見て。じゃーん、ちっちゃい。これさ、かわいい。並べたらすごいかわいい。なんか、なんて、マトリョーシカだっけみたいな感じよ。こんな感じでしょ、こんな感じでしょ、じゃーん、こんな感じ。めっちゃかわいい。ここに持ち手がついてて、ストラップが取れたらなってところはあります。だけど、一番短くストラップをしたら、まあ、こうなんのか。じゃあ、いっか。なんかすっごい欲を言えばね、もう本当に素晴らしい付録なんだけど、すごい私は欲深いのでね。言っちゃいました。全部ペットボトルの大きさで比べると、まず L サイズがこんな感じ、こんな感じね。そして M サイズが縦には入んないけど横には入りました、3本。そして一番ちっちゃいこれはね、全然ちっちゃい。でもかわいい、なんかチビちゃんって感じ。これは何を入れるんだろう。カップフルーツやミニサラダだって、おしゃれ。私がさ、バーベキューでさ、ミニサラダを作ってったら惚れてくれますか。惚れてくれますかね。ということで本日はグロー8月号売り切れ続出の保冷バッグを紹介しました。来月号の付録紹介していきましょう。こういう大人の女性にいつかなれるのかな。なんかおばちゃんみたいになりそうで怖い。お、来月号の付録がじゃーん、こちらです。メイクブラシのセットだ。女優メイク6点セットだって。まずシリコンチップとスポンジチップとブラシとピンポイントチークブラシと拡大鏡付きメイクチェックミラーがついてるみたい。すごいね。あ、あともう一個、あと女優メイクブックだって。私のこの顔でも女優っぽくなれるのでしょうか。すごい、なんか豪華そう。これも私ね、なんかシリコンチップの使い方がちょっとよくわからなくて、シリコンチップを使える女になりたい。なんかね、前使った時になんか指で塗った方がいいんじゃないかなと思っちゃったんだよね。だからシリコンチップ使えるようになりたいと思います。大人な女性に近づくために少しずつ花嫁修行していこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。昨日動画お休みいただいてありがとうございました。おかげさまですごい休めました。全然疲れてるわけじゃないんですけど、忙しいわけじゃ全然ないんですけど、なんかね、すごい寝ちゃった。ありがとうございました。もう元気もりもりです。